谷組鉄道ナ7型電車。谷組鉄道ナ7型電車。谷組鉄道ナ7型電車は、後の名鉄谷組線を付設、運営した谷組鉄道が、1927年、昭和2年に導入した、電車、制御電動車である。本校では、谷組鉄道の親会社である、ミノ電機機動、ミノ電が、谷組ナ7型と同一設計によって、 申請したセミ市67型電車についても合わせて記述する。谷組鉄道は谷組山家本寺への参拝客輸送を目的として、美濃電北方線、後の名鉄指線の黒野より分岐して、谷組に至る路線を1926年、大正15年4月に開業し、同年7月より、両社路線の相互直通運転を開始した。 翌1927年、昭和2年には、同年3月の谷組山毛言寺の御会長を控え、多くの参拝客によって大混雑が想定されたことから、谷組鉄道及び、美野電は車両増備による輸送力増強を計画した。前年の1926年、大正15年に、美野電が導入した、反抗性四輪単車のセミシ64型を、設計の基本として、 谷組鉄道は、07型を6両、07で1 2美ノ原は、セミ市67型を10両、セミ市67セミ市76、それぞれ導入する計画が立てられた。両形式とも大量輸送を念頭に、総括制御による連結運転を前提とした、間接自動制御仕様とし、また最急33.3パーミルの勾配区間が、 存在する谷組鉄道の路線対策として、電磁吸着ブレーキ機能を備える車両として、計画され、デロ7型7.8及びセミ六67型69.7172.74が、日本車両製造本店へ、デロ7型9から12及びセミ六67型67.6870.7375.76が、藤永伝造線所へそれぞれ発注された。 しかし、両形式に搭載するイギリスのイングリッシュエレクトリック社へ発注した伝送品がイギリス国内の炭鉱労働者によるストライキの影響から納期が大幅に遅延することが判明、設計変更を余儀なくされることとなった。谷組で両七型は全車とも電磁吸着ブレーキを装備せずに落成し、また、ミノデンセミシ67型のウセミシ67、 セミシ71の5両については、手持ち予備部品を暫定に搭載し直接制御仕様の車両として落成した。さらに、ミノデンセミシ67型のうち残る5両、セミシ72セミシ76については、搭載可能な予備部品も不定したため暫定的に、電装品を搭載しない付随車とて落成することとなった。両形式は、 上記暫定措置によって5回帳輸送を行った後、1927年、昭和2年5月21日付設計変更届によりセミシ67、セミシ71が、同年7月1日付設計変更届によりセミシ72、セミシ76が、それぞれ原設計通りの伝送品を装備して、竣工した。谷組でロ7型、 ミノデンセミシ67型とも同一仕様であり、車体長 9144mm30 フィート0インチ、車体幅 2514.6mm8 フィート3インチの反抗性車体を備える。車体外観及び主要設計はミノデンセミシ64型を踏襲しており、幕板を広く取った車体設計や、 片側2箇所設けられた片階式客用扉と2段構造の側窓8枚を備える D8DD D 客用扉各数値は側窓の枚数の側面窓配置も同一である。ただし、セミシ64型においては窓の上下にのみ設置されていた補強体、ウィンドウシルヘッダーが谷組ロ7型、ミノデンセミシ67型においては 客用扉上部にも設置された点が異なる。車内はロングシート仕様で、側マド上部には荷棚を、天井部には吊り革をそれぞれ設置した。制御方式は前日の通り総括制御に対応した、関節自動制御仕様で、イングリッシュエレクトリック M-15C 自動、加速制御装置を採用した。主電動機は、イングリッシュエレクトリック DK-30。 C 直流直巻電動機、定格出力 60PS を、歯車比4.6で1両あたり二機、前全軸に搭載した。台車は、ブリル社が開発した、ブリル 21E 台車を、藤永電造船所が、模倣製造したコピー製品である 21E ン台車を装着する。制動装置は、手用制動を常用し、前述の通り電磁吸着ブレーキを併設する。その他、 終電装置として、トロリーポールを前後各一機ずつ搭載し、前後つま面には連結運転に備えて、前車とも、芝田式の並形自動連結機を装着した。谷組でロー7型、ミノデンセミシ67型とも1927年、昭和2年4月1日より実施された五会長に、合わせて運用を開始したが、当初は前日の通り暫定的な使用で収益した。 手ブレーキのみで運用せざるを得なかった下り急行バイク間については特別認可を得て急行バイク間手前で一旦停止を行って運行することとし乗務員が停止券を線路脇に臨時に設置された留め券投入箱へ投入することによって一旦停止を行った証明とした。美ノ電の明記鉄道への吸収合併によってセミ市67型は 名記席へ編入され、名記鉄道と愛知電気鉄道の対等合併による、現名古屋鉄道の成立後の1941年、昭和16年に実施された、形式称号改定よってセミ市67型67から76番も70系、初代71から80と、形式称号及び、記号番号を改めた。また、谷組鉄道は、 陸上交通事業調整法を背景とした事業者、統合、いわゆる戦時統合によって1944年、昭和19年3月1日付で、名古屋鉄道、名鉄へ、九州合併され、デロ7型7から12はも80系、初代81から86と、形式称号及び、記号番号を改めた。この際、藤永伝造船所製のデロ9デロ12がも81、 タイも84、日本車両製造本店製の07、08がも85、も86となり、順列が入れ替えられている。このうち、も70型は全車とも、西尾線へ転属した。転属に際しては、終電装置を、ウェスティングハウスエレクトリック車製の、大型皮脂型パンタグラフに換装して、屋根状の車体中央部に一機設置しが、大型のパンタグラフを搭載した。 車体長の短い四輪単車という外観を指して、当時の鉄道愛好家からは、走るパンタグラフの異名で故障されたという。1945年、昭和20年1月には、豊川海軍交渉への後院輸送を目的とした、国策路線として付設された豊川線が開通したことに伴って、そのうちも72も73も75も77も79の5両が、 終電装置をサイトロリーポールへ乾燥した上で、豊川線へ転属した。残る5両は、西洋線のほか大曽根線、現、小牧線においても運用された。もう80型は、名鉄席編入直後の1944年、昭和19年にも82も84の2両が、大曽根線へ転属した。なお、谷組鉄道は1936年、 昭和11年7月より名鉄へ経営を委託しており、も82対も86、9-010-012-07-08については、谷組鉄道当時の1942年、昭和17年6月に名鉄へ貸し出される形で、大曽根線において運用された記録が残されている。第二次世界大戦終戦後の1949年、 昭和24年に実施された形式称号改定に際しては、も七70系初代はも百120百120から129と、も八80系初代はも百130百130から135と、それぞれ再び形式称号を呼び、記号番号を改めた。同時期には、戦後初の下言事後会長となった1950年、 昭和25年春季の参拝客輸送を目的として、各路線区へ転属したも120型、も130系全車を再び、イビ線系統へ集約することとなり、合わせて、連結運転時の保安度向上のため全車とも、常用制度として、SME 非常直通空気ブレーキを新設した。空気制動新設に際しては、DH-16 電動空気圧縮機を、 台車枠へ搭載するため 21E 台車の台枠補強が施行され、また電磁吸着ブレーキは全車撤去された。この結果、同時期に間接自動制御化及び空気制動新設改造を実施したも110系、9ミノ電セミシ64系3両と合わせて、計19両の総括制御対応4輪単車により3両編成運用が6運用可能となり、 他路線区から貸し出された二軸ボギー車各形式と共に、五会長輸送へ充当された。また、後に、全車とも終電装置を、トロリーポールから、名鉄式ワイゲルと称する Y 字型ビューゲルへ、換装した。しかし、前述した、電動空気圧縮機搭載に伴う台車枠補強の、結果、台車の重量バランスが崩れて線路への追従性が、低下し、 空気制動新設を施行したも110型、も120型、も130系の四輪単車各形式は、脱線事故を引き起こすようになった。この対策として、名鉄は、前述各形式を対象として車体を呼び、伝送品を流用し、2両を一組として2車体3、台車連接構造のボギー車へ改造することを、計画、1952年。 昭和27年5月にも110系110.111を種車とした連接車も400系2台が落成した。同形式は導入後の運用実績は良好であった。ものの改造費用が想定以上に高価となったことからもの改造は打ち切られ、また同時期には、他路線区において新型車両導入に伴う従来型に軸ボギー車の余剰が発生していたことから、 残りの反抗性車体の四輪単車格形式については、太郎1000区からの転用量によって等多する方針に変更された。も 120K120.123、128.129、及びも 130K131 の5両を除く、両形式計1 1両は、M-15C 制御装置を太郎1000区より、微微線系等へ転用された直接制御仕様の2、 軸ボぼ芸者各形式へ供出するため、全都も伝送解除され、執行線へ転属して、電気機関車牽員による通勤列車用付随車代用として運用された。さらにも1 2 0二1 2 0 1 2 3二2 9の3両は1955年、昭和30年6月に、豊橋鉄道へ譲渡され、記号番号は、名鉄在籍当時そのままに、同社厚見線へ導入された。 以上の変遷を経て、イビセ系統に残存する量形式はも 120K128 及びも 130K131 の2両のみとなった。このうち、実行線へ転属したも 120K121.12224 から127及びも 130K130.132 から135は1958年。 昭和33年1月20日付で一斉に除籍された。イビセン系統に残存した2両についても、も130系131が、翌1959年、昭和34年5月14日付で、も120系128が、同年7月6日付で、それぞれ除籍され、も120型、も130系の両形式は、形式消滅した。また、 豊橋鉄道へ譲渡されたも1 2 0系1 2 0 1 2 3 2 9の3両は終支予備車として扱われて運用機会は少なく1962年昭和37年7月に全車廃車となった廃車後の両形式は譲渡車両を含めてすべて解体処分され現存しない楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください